通り情報担当者の一人だ。見つけたぞ。そして和樹の兄貴は目当ての一人を発見した。和樹の兄貴は本命である鳥居をじっと見ていた。あ、なんかあの子俺のこと見てるな。まるでタイプの男性を見るかのような目で。その時護衛の男が、おい女、何ジロジロ見とんねん。話聞こうとしとるな。和樹の兄貴の視線に気がついた。あかん、お前ちょっと奥に来い。まずは徹底的に調教や。お許しを。とりあえず一旦オリンピアン並みの脚力で逃げるわ。小林の兄貴は猛ダッシュで背を向けたのだ。なめ腐れよって逃がすわけないやろ。君は失礼すぎた、許しまへん。はあ。そのまま小林の兄貴が館船から飛び出す。よっしゃー、無免許運転ナイスだ。何やと。だが天王寺組を襲撃しておいて無事に帰れると思ったら大間違いだ。待て小林君。排除します。今の奴は怒りのあまり極限まで研ぎ澄まされてんだよ。